皆さんの役柄と、初日への意気込みを、お一人ずつよろしくお願いします。ではまず古田さんから。あ、はい、文平が金田文平旦那さん、息子と娘、父親です。初日に向けてはセリフを間違えないようにしよう。ありがとうございます。では続いて宮沢さん、お願いします。はい、僕は金田家の長男、純平を演じております。僕は、この金田家の、ブレインというか、いろいろこうプランを立てて家族を巻き込んでい、く役柄なので、家族のこう家事を取る、人物を、演じております。日に向けてはそうですね、とにかく楽しむところは楽しんで、気を引き締めるところは引き締めて、挑んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。続いて伊藤さん、お願いします。はい、金田家の長女、金田美希役の伊藤沙莉です。そうですね、あんまりこういろいろとお兄ちゃんの作戦に乗っかっていろんなことをしたりとかするんですけど、でもなんていうんですかね、まあ末っ子感というか、分かりやすい甘いものなところもありますし、いろんな一面が見せれたらいいなと思っています。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ続いて樋口さん。はい、私は金田家の母親を演じます。古田さんの奥さんです。今日は頑張ります。上手ですね。ありがとうございます。では続いて木村みどり子さん。はい、お金持ちの家族の中井家のお手伝いの玉子と申します。頑張りますと言いたいところです。あんまり頑張るなんてめっちゃぬるぬるできた。ありがとうございます。では続いて皆さんお願いします。はい、安田家、緑子さんという一人さん、玉野の息子役で、春男という、地下に住んでいる、あとおじいちゃんと三田君のおじいちゃんと一緒、一応その3人の家族、そこも家族という、体を酷使するちょっと役なので、その辺をそういった頑張りながら、でも、怪我しないように、行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて山田さん。あ、はい、私は永井慎太郎というお金持ちの方の感じですね。映画の方は割とエリートなんですけど、若干設定が変わっております、ね。建築関係のお仕事をしてるんですけども、成金であるとか、あんまりもともとお金持ってないか、でちょっとそこは、なんですかね、分かりやすい成金で、そういう時代は、そうですね、寝室からリビングに行くように舞台に出てきてるとか。よろしくお願いします。続いて、瀬松さん。はい、長井家の長女、真由子役を演じてます、金松由里です。そうですね、こんなに濃い皆さんの中で、なんていうんですか、さえちゃんとまた違ったなんか女の子像になって、そこを明確に分けられるので、あとはセリフの中でも、このお金持ちの長井家と貧乏の金田家の中で、サイちゃんと私でちょっとリンクしているようなセリフもあるので、そこのなんか違いとかを見せて、なんかお客さんにそのヒントの差っていうのをなんか見せれたらいいなと思ってます。
元気いっぱいで頑張りますありがとうございます。では続いてマキさんお願いします。お金持ちの長井家の長井千代子を演じております、マキヨコです。このようなキャラクターで聞かせていただこうかな客観的にってすごい言われるんで、すごい客観的にやろうかと思ってありがとうございますじゃあ続いて孫さんいきます。お一つ失礼します。作詠師の張雲心です。初日に向けてっていうか、あの映像とは違うあの演劇の世界の皆さんに楽しんでいただければいいなと思っております。あのここの素晴らしいキャストが集まってくださったんで、みんなで力を合わせて、面白いものをしたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて他の記者の方、ご質問はございますでしょうか。皆さんにお伺いしたいんですけども、あの韓国のどうしても映画がもともとある作品で、まあ、違いは大阪舞台から色違いはあるわけで、また大きな作品にプレッシャーもそっかあると思うんですけども、どの辺の違いを作り出せそうか、どの辺を見せるポイントになりそうか教えてください。では古田さんから。設定は日本になってますので、韓国のようなあの半地下の文化もないですし、まあ、そこら辺がさすが調査うまいです。これはちょっとネタバレになっちゃって言えないんですけども、非常にうまく鍛えて、そのまあみんな言ってますけど貧富の差もきれいに出せてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから映画とはちょっともう結末も違いますし、でも映画をご覧になった人たちも、まあ、うまいってなると思いますありがとうございます。で続いて、はい、まあ、本当にこの作品を経て、いろんな形の、まあ、家族の形というものがあることに改めて気づきまして、その中でどんな家族の形であれ、ささやかに幸せを見つけられたらいいなと、たくさんの人に希望を与えられる作品になると思うので、それはもちろん映画の中でも表現できていたし、我々も舞台の中でそれを表現できたら、いいなと思います。続いて伊藤さん。はい、まあ、時代設定から結構いろいろと映画とは違うことも多いんですけど、だからこそのなんていうか、その違いをすごく楽しめるような作品になっていると思いますし、まあ、その設定が日本であることも含めて、その特有のその貧富の差であったりとか、暗い方だとになっていると思うので、なんかこことここが一緒、こことここが違うっていうのは、なんか大筋一緒だけど、なんかまた違ったニュアンスというか、違った世界線のなんかパラサイトになっているんじゃないかと、そういうところを楽しんでいただきたいなって思います。ありがとうございます。続いて井口さん。はい、そうですね、あの映画のパラサイトのことはほとんど気にしてなくて、チョンさんの書いた本でチョンさんの演出で、このメンバーでいつものように舞台を作るっていう、そういうことでしかないなと思ってやってきました。ありがとうございます。続いて、木村美奈子さん。はい、映画で受けた印象と、チョンさんが受けてもらった曲とは、印象はほとんど変わらず、本当によくこの舞台に上げるのに、こういうふうに映画をまとめられたなと思うんですけど、やっぱり役者がこう変わると、そのやっぱり世界が全然まだ変わって見えてくるというのが、私は結構ずっと見てて、すごい面白いなと思って、やっぱりそれぞれの関係性とか、
かが生まれてくるっていうのが、やっぱり日本で初上映っていう、あの子は全く違う、ネルさんの作品とね、私たちの作品がっていうのをすごく感じる、今。はい続いて、猪瀬さん、お願いします。はい、僕の役は、もともと映画では登場しない、唯一新しい人物で、映画で言うと、その旦那さん、旦那さんが、いて、旦那さんが、になってくる役の場合を息子がいて、あとおじいちゃんがいるという、地下にも家族がいて、僕もいろんな目にあって、で後半はいろんな、動き出すわけですけれども、そこにも、なんていうんですかね、決して悪い人間は一人もいなくて、なぜこういうふうに最後、こうなってしまったのかというのは、何かのかけ違いが、それぞれ家族を守っているのに、それを超えて、惨事になっていってしまうという、悪者がいないっていうところが、何にこういうことが起こってしまうというのが、とても今回の、僕はすごい印象的な、テーマだなと思っています、勝手に。はい、ありがとうございます。続いて、山下さん、はい、稽古場でこうお芝居が、メンズでこうお芝居を稽古して立ち上がっていくのを見てて、こう映画よりも、家族とか親子っていうのがすごく色濃くなってるなっていう、面白いな、だからその家族っていう関係がこう浮き立ってきてると、そのやるせなさ感がまた違うと。夫婦っていうのを聞いて、あと家族、親子っていうのが、すごく面白いなって、今日、今から稽古をやります。ありがとうございます。では続いて、瀬松さん。そうですね、私個人の映画との違いで言うと、まずはルックスがもうギャルっていうところと、あとマインドもギャルで、映画は本当にお金持ちの、そういう現代の女子高生でしたけど、今回90年代のすごく女の子たちが、女子高生が元気だった、今よりももっとすごい、パワーが強かった時代の女の子なので、そこをが大きな違いかなと思っています。本当に思います。そこを楽しみにしていただけたら。ありがとうございます。では続いて松さん、お願いします。そうですね、私はやはり原作を見て、パラサイト素晴らしかったので、多少のプレッシャーはあったんですけれども、やっぱりフィールが違うので、あっちは映画で、こっちは舞台なので、で本当に皆さんが言うように、本当に見事に舞台に変えて、そして日本に変えて置き換えて、でぜひこう生の私たちの芝居というのを感じていただけたらとても嬉しいと思います。では続いて、映画でやってるようなスペクタクルっていうのを見せることはできないと思うんですけど、人間同士の、濃いスペクタクルなドラマって言えばいいでしょうか、人間ドラマっていうか、濃いお互いの思いが錯綜する、そういう話になればいいなと思って、実際そうなっていると思っているので、ぜひ奥の人に見ていただきたいです。ありがとうございます。他に、古田さん、12月 の舞台 の結構の前に取材させていただいた時に、そんなこう言うけど俺の方が一個選んだって話に、当番で韓国の古田新太家ぐらいの勢いでかなり、ね、もう見せつけるっていうのはかなり意気込みをおっしゃっていただいたと思うと、その辺のところはもう、当時保護された時ぐらい自信満々で今正直迎えるってことです。この間うちの関係者がですね、韓国の方に行ってソン・ガンホに会ったそうで、でソン・ガンホは、
私が韓国の古田新太ですと言いました。それでもう OK なんです。まあ、あの、比べてみて違うって言われたら終わりです。ありがとうございます。他に質問なんですか、いらっしゃいますでしょうか。お願いします。代表して古田さんの質問です。はい、この新しい劇場、宮の座、多分初めてだと思うんですけども、実際やって立ってみていかがでしょうか。非常に難しい劇場です。はい、新しい劇場なんですけども、綺麗ですけども非常に難しいです。その辺はだから我々みんな、トンさんも含めて、いろんな工夫でお客様に良いものを届けようとしていますので、ぜひ足をお運びください。あともう一問です。ちょっと皆さんフリートークっぽい感じでいいんですけど、まあ、稽古中こんなことがあったってなったエピソードがあったら、どなたでもいいのでぜひお願いします。本当に順調でした、ね。こう見えて結構みんな素直な俳優。はい、割とみんな真面目に稽古してる。あの、ね、誰一人あのチョンさんに逆らう人はいません。時々いるんですよ、難しいやつ。そういうやつが一人もいないんですよ。はい、順調に稽古は進んでいったと思います。休憩中とか、こんな話で盛り上がったとかっていうのがあります。何の話してるんですかね。みのすけさん来ないね。みのすけさんが前半ね、割と稽古お休みなかなか、後半からのという話をします。当てるよ。みのすけさん嫌やろうな。ゴールデンウィークでも満喫してました。非常にじゃあ順調な現場だってことで。そうですね。順調、まあ、あの長さんが考えている舞台になってるかどうかはわからないですが、あの非常に和気あいあいと。まあ、楽しい作品を作ろうという座組ではありました。ありがとうございます。岡村さん、よろしいでしょうか。まあ、設定が大阪ということで、関西ということで、あの関西ご出身の方もいらっしゃいますよね。でもそうじゃない方もいらっしゃいますよね。その方たちの関西弁のこの習得具合でいかがですか。プロの関西人から。プロの関西人から。すごく皆さん上手ですよ。でも関西弁というか、音取るのは本当に早くて難しいんですけどね。あのこっち側の人にすると関西弁ってすごくクオリティが高いと思います。はい、ほぼバレないんじゃないかな。うん、なんでその見に来て本物の関西人は誰だろうをやればいい。宮沢さんとか伊藤さんはどうやってマスターされますか。マスターできてるかわかんないですけど、でもやっぱりそうやってすぐに教えてくださる方々が近くにいたっていうのはすごく恵まれていたと思いますね。うん、僕もセリフを言ってて、そのシーン終わった後に皆さんが来てくれて、どうしたらこう言った方がいい、すぐアドバイスね、いただけるので、コツとしてはすごくありがたいし、うん、そういうのがないと自分たちでは分からないので、言ってもらわないと分からない部分もあるので、すごく皆さんに助けられました。関西弁で演じるのは楽しいですか。はい。即答。ありがとうございました。時間の関係であと一問のお聞きいただきます。すみません、こちらから、まあ、時間なので、あ、彼女とファミリーの4人に聞きたいんですけれども、
あのパラサイトということで、あの現在今帰省するならこんな人に帰省したいっていう芸能人いますでしょうか。芸能人帰省、私は大谷翔平さんです。じゃあ私ひよくん。嬉しいライブ。僕は加納美香さんかな。難しい。でも規制でしょ。うまいもんさ。じゃあ一緒にデヴィ夫人にしよう。一緒にデヴィ夫人に帰省します。ありがとうございます。はい。はい、そのままお願いします。はい、大丈夫です。では最後もう一度センターお願いします。で最後センターレンジの仕事させていただきます。